STS-63 は、アメリカ合衆国とロシアによるシャトルミール計画の一つである。初めて、スペースシャトルとミールのランデブーが行われ、ニアミアとして知られる。スペースシャトルディスカバリーが1995年2月3日の夜に、ケネディ宇宙センター第39発射施設 B から、打ち上げられた。ディスカバリーにとっては20回目の飛行となり、史上初めて女性が、 スペースシャトルの操縦士を務めた。また、イギリスの宇宙飛行士とアフリカ起源の宇宙飛行士が初めて宇宙遊泳を行った。スパルタン204を成功裏に放出、回収し、また、ミールとの初のドッキングミッションとなる STS-71 の準備として、予定通りミールとのランデビュー及びミールの集会を行った。ディスカバリーから見たミール、上部に ソユーズ TM-20 が見える。STS-63 の主目的は、ロシアの宇宙、ステーションミールとランデブーし、その周りを周回することであった。ミールとのランデブー、フライバイの目的は、STS-71 で予定されるドッキングに向け、飛行技術、通信、ナビゲーションを支援するセンサのインターフェース等を確認することであった。他の目的としては、 スペースハブ -3 での実験や、軽流飛行、スパルタン204の放出と回収等であった。スパルタン204は、自由飛行して回収可能なプラットフォームであり、拡散光源からのスペクトルの、遠視外線領域のデータを得るために設計された。二人の宇宙飛行士による5時間の宇宙遊泳も、予定されていた。STS-63 に搭載された、ペイロードには、 システムズエクスペリメント、シャトルグローエクスペリメント、オービタルデブリスレーダーキャリブレーションスフィアーズ、ソリッドサーフェイスコンバスチョンエクスペリメント、エアーホース、マウイオプチカルサイトキャリブレーションテスト、ミドコーススペースエクスペリメント等があった。飛行初日から、連日、ディスカバリーをミールと同一直線上に移動させるために、一連のスラスタ燃焼が行われた。 当初の計画では、ミールから10メートル以内には近づかず、その周りを周回するというものだった。しかし、44個の姿勢制御システムのスラスタのうち3つが、ランデブー前に漏れ出した。メインエンジンを停止した直後、2つの後方スラスタの漏れが始まり、R1U と呼ばれるそのうちの1つは、ランデブーに重要なものだった。3つ目の漏れは、後に、 前方のスラスタで起こったが、乗組員により対処することができた。アメリカ側とロシア側の広範な交渉と技術情報の交換の後、ロシア側は安全に接近が行えると判断し、乗組員に合インを出した。リウスラスタの機関は閉じられ、接近のために予備のスラスタが選ばれた。帝国より前にディスカバリーとミールの間の無線通信が行われ、 かつて一年以上ミールに居住していたチトフは興奮してミールに滞在中の三人の宇宙飛行士と通信した。ミール第17次長期滞在の船長はアレクサンドル・ビクトレンコ、フライトエンジニアはエレーナ・コンダコワ、そして医師のアレリー・ポイラコフはチトフの持つ宇宙空間滞在記録を更新した。ミールから122メートルの距離に機体を保った後、ウェザービーは 手動敵体を操作し、1995年2月6日19時23分20秒に最接近地点の11メートルまで近づけた。その後、ウェザービーは、我々が宇宙船を近づけるにつれて、我々の国家も近くなる。次に、我々が接近するときには、握手をして、次の100年に向けて、世界を導こうと語った。ポリアコフは、 ミールコアモジュールからランデブーを観察した。ビクトレンコは、我々は一つ、我々は人類だと返答した。ウェザー B は122メートルまで宇宙船を離し、ミールの周りを1と1、4回転して、その様子が撮影された。ミールの乗組員は、接近の結果として、揺れや太陽電池の動きはなかったと報告した。また、乗組員は、 ディスカバリーのペイロードイに積んだ機器で後半な実験を行った。前方ペイロードに積まれて飛行初日に起動されたスペースハブマイナス3は商業的に開発されたモジュールでスペースシャトルで3度目の飛行だった。20の実験、11の生物工学実験、3つの先端材料開発実験、4つの技術実証、2つのハードウェアアクセラレーション等が行われた。 乗組員の作業時間を削減するために、スペースハブには改良が加えられた。動画撮影操作への宇宙飛行士の関与の必要性を減らすために、新しいスイッチが追加され、また実験実施者がデータの受信やステータスの確認をコンピュータを介して直接行えるように、遠隔操作システムに実験インターフェースが追加された。 実験用ロボットのシャーロットは初めて宇宙飛行し、実験サンプルの入れ替え等の単純作業を削減した。植物成長実験であるアストローカルチャーは4回目の宇宙飛行となった。アストローカルチャーの目的は将来の宇宙での生命維持のために宇宙の微小重力環境での植物育成技術を実証することである。エネルギー効率の良い照明や室内空気からの 汚染物質の除去等のトピックも含まれているため、地上でも応用できる。薬学実験の一つであるインムネも地上で応用できる。宇宙飛行中は抵抗力が弱まるという傾向から、インムネ実験では、この抵抗力の低下を妨げる、または弱める物質の試験が行われた。エイズ等の免疫抑制疾患の医療への応用が期待される。飛行二日目には、 直径 10cm 未満の軌道上のデブリを記録するオービタルデブリスレーダーキャリブレーションシステム2が2人の乗組員により展開された。寸法が基地で軌道上の寿命が有限のターゲット物体6つを軌道に放出し、地上レーダーで追跡することで、レーダーの正確な構成が行われ、低軌道の小さなスペースデブリを正確に追跡することが可能となった。また同じ日には、 シャトルリモートマニピュレータシステムでスパルタン204をベロード米から持ち上げた。スパルタンはスラスタの点火等を観察するため釣られたままにされた。スパルタン204はその後放出されて40時間の自由飛行を行い、その際に原子外線撮像で生還物質の観測を行った。飛行最終日近くには スパルタン204に対する宇宙遊泳が必要となり、シャトルリモートマニピュレータシステムに係留されて、ホールとハリスが宇宙遊泳を行った。二人は宇宙ステーションの組み立てをリハーサルするために、約1 1 0 0ラムのスパルタンの取り扱いを練習する予定だったが、夜間の実施だったため、両名とも非常に寒いと報告し、重量物の取り扱いは中止となった。これは、 スペースシャトルで29回目の宇宙遊泳であり、イギリス出身の宇宙飛行士、アフリカ期限の宇宙飛行士が宇宙遊泳を行うのは初のことだった。4時間38分行われた。他のペイロードには、ヒッチハイカーサポートアッセンブリー内の暗いシステム、エクスペリメントとシャトルクロー、iMAX カメラ、ミッドデッキのソリッドサーフェイスコンバスチョンエクスペリメント等があった。 STS-63 では初めてコカ・コーラのディスペンサーが宇宙を飛んだ。コロラド大学ボルダー校のバイアサーブ、スペーステクノロジーズはコカ・コーラ及びその退屈かのグループと協力してフライズジェネリックバイプロセッシングアプラタス -1 を開発した。この装置は宇宙飛行士のためにあらかじめ混ぜられたソーダを分注することができ、味覚の変化の研究を行う。 宇宙飛行士は飛行の前後には対象サンプルを評価した。F グバマイナス -2 は STS-77 で再度宇宙に運ばれた。太陽の6本の工房と3つの星は今回の飛行の番号である63を象徴している。ありがとうございます。